これはまずは
桃太郎連続のこれ次はセミ取ります。おはい、ちょっとまずいですね、セミが多くなってしまうと攻撃プログラムこれを多くの機体もありますから、はい、ちょっと手が出せなくなって防波線になってきますと、これは苦しい。おー、これはスリップですか。はい、お願いします。すごいね、アスラをですね、ちょっと
工学研究会下吉チーム制作秘境登場以上です。対しまして青コーナーロボットプラントチーム制作 RP シェオ韓国からです。ありがとうですね。
チーム制作桃太郎入場。桃太郎関西で大活躍ですからね。竹田地元開催です、はい、そして続きまして青コーナープニチーム制作キングプニ入場。これまでの優勝経験者としてはキングプニのみという一戦です。それでは、両者よろしいでしょうか。はい、これね、すごいどっちか全く分かりませんよね。はい、それでは、準決勝第1試合始めさせていただきたいと思います。はじめ。では試合開始となりました。中島が桃太郎、そして青木が桃太郎チャレンジ。
ンジみたいなものですね、はい、この意が言えるので今説明を審査員が聞きたい。今イエローをいただいている攻撃は右手の攻撃の後に左手の攻撃を出す連続攻撃のイエローということですけど、はい、今の攻撃は右手のすくい上げをした後にまた右手ですくい上げをそのままのすくい上げでまた違う攻撃をしているので連続攻撃ではない。確かに連続攻撃ではあれないないと思います。ですから今のイエローは撤回して、ワンダウンで、はい、いやさっきのは入ってます、それですと入ってますんで入ってると、青がワンダウン、はい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 、ちょっと調整中であります。はい。
ね。そうですね、はい、イエローかなりセミを2つ取られてますからね、はい、キングフニはイエローありましたが、あれはあくまで横攻撃ですから今使えない行動はない。はい、だから、はい、活に横攻撃何回かやっちゃったりするとやばいです。やばいですね、あんまり。はい、手を出たら落ちますから。横のつもりじゃなくてもシチュエーションがちょっと噛み合ってしまうと横になってしまうことになりますからね。手渡れたっていう、早いですから、はい、横もいい位置に来るとついやっちゃうんですよ。あー、そうかー、はい、冷静さがいきますね。しかしこれ、冷静さが出た。あ、はい、大丈夫ですか。説明の通りで、はい、じゃあ説明の通りで大丈夫です。はい、行かせていただきます。それでは、両者準備してください。ずっとね、こんな感じの試合がね、ずっとやってますからね。そうですね。はい。そして、すべて勝ち切ってきた。勝ち切ってきてる。すごい。それでは、2分間の延長、始めさせていただきたいと思います。はじめ！さあ、これで2分間の延長戦です。あ、ね、こっちにも立ってもらいたい。そして、チームクリーン、そして赤コーナーが戻